藍津中街道は、江戸時代に、藍津西街道の代替街道として整備された、街道。1683年の日光大地震により、木の川支流の小川が土砂でせき止められ、天然ダムの五十里湖が形成された。それまでの藍津西街道が水没で、通行不能となったため、藍津藩三代藩主、松平正方によって1695年に、 整備された新たな街道である。宇神江宿から、八板宿、板室宿を経て、那須山中の三徳屋宿、標高1468メートルの大峠、松川宿などを経て、会津に至る。しかし、会津西街道が再整備され次第に使われなく、なっていった。自然湖である五十里湖は、その後1723年の大雨で決壊。 土石流の発生により死者1200人を出し、宇都宮、毛岡近辺まで被害が及んだ。若松城下、重川宿甲塩宿、戸腰尾宿草原宿小出宿、矢後島宿松川宿、野木和宿北伊37度09分10秒統計139度56分30秒、北伊37.152912度統計139.941766度、 3 7 1 5 2 9 1 2 1 3 9 9 4 1 7 6 6三と小屋宿いたしつ宿100村宿高林宿横林宿石上宿山田宿八板宿川崎宿津畑宿,宿宇治江宿ありがとうございます